こんにちは、花城ココアです。今日は東京ディズニーリゾートフローズンセレクションを食べていきたいと思います。ということで、ここに2種類置いてあるんですけども、このシリーズはですね、ディズニーから出ているもので、お家でもディズニー気分が味わえる冷凍食品なんですよね。お家でもディズニー気分なんて最高すぎません？まず1個目はチュロス、かっこシナモン味ですね。お値段は4本5袋入りで3800円です。オーブントースターで焼けるんだって。こんな感じでチュロスが入ってます。4本入りになってる。これがシナモンパウダーですね。続いてがこちら、ピザ、ベーコン&パイナップルです。お値段は6枚入りで3900円。これも冷凍なんですけど、かなりでかいんですよ。うち冷蔵庫とは他に冷凍庫があるから、まあなんとか入りましたけど、冷凍庫空にしとかないとダメな感じですね。はい、で中がこんな感じ。ピザとチュロス両方ともオーブンで作れるみたいなので、早速作っていきまーす。ここチューブ。はい、オーブンで焼いてきました。とりあえずね、チュロスは8本にします。カリッカリで、ここに粉を入れるわけですよ。シナモンの粉かけまーす。おー、いっぱいかけちゃおうっと絡めていきます。あー、もうシナモンのいい匂い、ディズニーに来た気分になりますね。この匂いはね、まぶしてまぶして、あ、菜箸の色違う色になっちゃった。なぜか毎回ね、赤とね、黒ね、別々で使っちゃう。なんでなんでなん、2種類しかないのに。はい、たっぷりまぶしました。なんと付属でね、袋もついてくるの。なのでね、せっかくなので袋もつけちゃう。パークで売ってるチュロスよりはちっちゃいですね、大きさは。では入れさせていただきます。どう？いいんじゃない？いいですね。入れるとさらにディズニー感が増す。じゃあこんな感じで全部入れてっちゃいます。はい、ということで焼き上がりました。うーん、ピザも美味しそう。こっちのピザはですね、ご覧の通り、じゃん、紙皿もついてくるんですよ。すごい、この紙皿かわいい。それでは早速食べていきます。いただきます。じゃあまずピザから食べますかね。いいですね。お皿にのせるとさらにディズニー感が増します。ミッキーのね、形っていうだけでね、テンション上がりますよね。ではミッキーいただきます。うん、ふわふわ系でピザパンっていう感じですね。トマトソースにベーコンとパイナップル、そしてチーズが乗ってる感じ。朝ごはんに食べたいピザパン。うん、表面はサクサクなんですけど、中はねふわふわだから結構ね食べ応えがありますね。おいしい。ディズニーで食べるやつよりも味が優しめに出てる気がしますね。ディズニーで食べるやつの方が味が濃いと思う。うん、これはみんなが好きな味だ。うん、ランドのキャプテンフックスギャラリーで売られてるピザをモチーフに作ってるらしいんですけど、それとはね、まんま同じっていうわけではないですね。確かにベーコンとパイナップルが乗ってて、形もね、ミッキーでそれっぽいんですけど、生地がね、全然違うかな。あとね、味付けが、スパイスがそんなにこっちはね、ない感じですね。ランドの方ってオレガノっぽいような香りとかしたりするんですけど、これはね、そこまで感じないです。食べ応えもあってね、いいと思います。何よりね、見た目が可愛い。ではでは、これ食べちゃいましょうか。チュロス！ミッキーになってるんですよ、きっちりと。ははっ、ミッキー。うーん、美味しい。周りがね、サクサクに焼けててね、美味しいですね。うん、ただなんかいつも食べてるチュロスよりも短いから変な感じがする。長さがね、多分通常の3分の2ぐらいになってるんですよ。だから1本食べた時の満足感がパークで食べた時とちょっと違う。あと周りのサクサク感は一緒なんですけど、中がね、結構これはね、しっとりしてますね。これもね、まるっきり同じっていう感じではないんですけど、よくね、業務スーパーとかで私チュロス買ったりとかするんですけど、それとかと比べるとやっぱりディズニーに全然近いです。80% ぐらいパークの味。周りのシナモンとかはパークとね、ほとんど同じ味なんですけど、チュロスの元の生地っていうの、これがですね、若干健康的な味がする。パークでチュロスを食べて、あ、なんか健康的な味がするねって思ったことは一回もないんだけど、これを食べた瞬間ね、第一印象がね、おー、
なんか健康的な味だなってなる。なんでだろう、サクサクパークのより食べられますね。たくさんね、パウダーはかけた方がいいと思う。うん、ミッキー、そういえば最近パークでピザ食べてない。今月末にまたパーク行くから、その時ね本家食べたいな。このフローズンセレクションは2種類しかまだ出てないんですよ。だからさ、違う味も今後出てくれると嬉しいですね。ここチューブ、味。これさ、家でもディズニー気分が味わえるっていうさ、ディズニー欲を満たしてくれるものなんだけど、これをね食べることによってさらにパークに行きたくなるっていう不思議ね。一時的な応急処置としてパーク欲これで抑えられるかもしれないんだけど、これ食べるとさらに行きたくなるから注意が必要かもしれない。もう行きたいもんね。チュロスも挟んでいこう。うん、今日チュロスを焼いてからピザを焼いたから、チュロスがねちょっとだけね冷めちゃってるんですけど、冷めるとねしんなりしちゃいますね。チュロスは特に焼きたてで食べた方がいいかも。私インスタでディズニーに関する質問何かありますかっていうのを皆さんに聞いて質問を募集したんですね。なんでそれに答えていこうかなと思います。好きなディズニーホテルはとのことなんですけど、まだね日本のトイストーリーホテルに泊まってないから、トイストーリーホテルはねちょっと覗かせていただくんですけど、それ以外のホテルで言ったらもう断然にミラコスタ。何よりもさ、パークと直結なんですよ。あんないいとこないですよ。確かに他のホテルからもパーク内ね見えるお部屋とかあるんですけど、やっぱりねパークの中の一部としてホテルがあるっていうのはね最高ですね。また泊まりに行きたいな、ミラコスタ。ランドホテルも捨てがたいんですよね。なんでかっていうと、シャーウッドガーデンっていうブッフェが美味しいから。まあでも言うてもやっぱり総合的に見てもミラコスタが好きかな。ディズニーでおすすめのレストランはどこですか？私はブルーバイユにずっと憧れています。あー、ブルーバイユいいですよね。さっき言ったさ、ミラコスタと一緒なんですけど、ミラコスタはシーの中にあるホテルっていう感じなんだけど、ブルーバイユはねカリブの海賊の中のレストランっていう感じがしてね、なんか一度で二度美味しい感じがいいですよね。私が好きなレストランはシーなんですけど、レストランテディカナレットですかね。そこもアトラクションの一部っていうわけではないんですけど、テラス席で食べるとゴンドラが通っていったりとか、すごいね気持ちいいんですよ。あと普通にご飯が美味しいっていうのはもちろんなんですけど、お酒の種類もたくさんあるの。ワインとかもたくさん置いてあるんですよ。だから一人で行ってゆっくりと飲む時とかはカナレット行くことが多いような気がします。カナレットは釜で焼いてるからピザも美味しいんですけど、私的にはパスタがおすすめ。シーの中で三大レストランって言ったらカナレット、そしてマゼランズ、SS コロンビアだと思うんですけど、その3個の中を見ても私は一番カナレットが好きかな。初めて行ったのは何歳ですか？何歳なんだろう、わからん。でももしかしたら1歳になる前に行ってるかもしれないです。両親がたくさんねランドにね連れてってくれたんですよ。あんまり小さい頃の記憶ないからあれなんですけど、まあ家にあるねアルバムを見てると結構小さい頃から行ってる写真があるんですよ。だから多分まだ自分で歩けない時から行ってるような気がします。私が生まれた時ってまだシーがなかったからランドばっかり行ってたんですよね。だから家族との思い出はランドの方が多いかな。いつも自宅にお土産とか購入されるんですか？お土産ね、全
然買わないんですよね。特にお菓子とか食べ物系はほとんど買わないです。見ててね、あ、気になるって思った時は買ったりとかすることあるんですけど、自宅用にお菓子買ったりとか、ほとんどないな。どっちかっていうよりも入れ物が欲しくてね、買ったりとかすることの方が多いかもしれないですね。で一番好きなのはクッキーちゃん。黄色とピンクなんて可愛い。しかも他のダッフィーフレンズよりもちょっと身長がちっちゃいんですよ。またそこも可愛いんですよね。まだ日本にクッキーちゃんが来てない時に香港にグッズを買いに行くぐらい好きです。なんですけど、最近リーナベルちゃんが来たじゃないですか。ちょっとね、リーナベルちゃんはね、ずるいですよね。だってリーナベルちゃん色も可愛いし、尻尾もぽよっとしてて可愛いんだもん。いやー、悩みますね。誰って言われたら迷うな。あと動物的にはウサギが好きだから、ステラルーちゃんも好きなんですよね。もちろんシリーメイちゃんも好きだけど、他のキャラクターもそうなんですけど、ミニーちゃんが好きだったりとか、やっぱりね、私ね、どっちかっていうと女の子キャラの方が好きみたいですね。ココアは女好きって覚えておいてもらえれば間違いないです。今ね、ちょっと時間経っちゃってピザが冷めてきちゃったので、もう一回温め直してきます。はい、焼いてきました。あ、ちちちちイーさんの耳。やっぱり焼きたてが美味しいね。質問で多かったのが、どんな靴を履いてパークに行きますかとか、どんなカバンでインしてますかとか、ディズニーに行くときは足元はスニーカー派ですかヒール派ですかとか、服装のこととか質問される方が多かったですね。靴は断然にぺったんこ靴ですね。ディズニーとか関係なくヒールは履かないんですけど、まあ大体履いていくのはスニーカーとかローファーとかぺったんこの靴履いていきますね。バッグなんですけど、その時の目的によって違くて、例えば今日は動画の撮影もしようってなった時はカメラとか機材持っていかなきゃいけないから、もうリュック一択。今日は撮影をしない日っていう時はショルダーバッグだったりとかします。でも基本的にはリュックが多いかな。ラストミッキー。このミッキーピザ6個目だけど、飽きがこない味ですね。はい、ピザは完食。そんなわけであとチュロス2個だけになりました。いいなと思ったのと、自宅でもディズニー気分が味わえて楽しかったです。箱がね、結構大きめなので、もし注文される方はね、冷凍庫にスペースを作ってから注文するのがいいと思います。インスタで質問してくださった皆さんもありがとうございました。ぜひ自宅でディズニー気分を味わってみてください。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。花城ココアでした。またいつでも来てください。へいへい。